フィリピンパブを対象にした修士論文なんて聞いたことない。面白いんじゃないですか？この店ってもうちょい若い女の人いないですか？おい翔太、結婚しろ。毎日食べれるよ。ミカを騙されてるんだって。騙されてない。結婚は今はできない。彼女は偽装結婚してるから。配偶者ビザで日本に入国させて自分の店で働かせる。大丈夫、大丈夫。うわっ！なんだ？ミキちゃん、メゴメゴ、今から行く。はい、では本日の高橋宏樹のシネマ館配信も、素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。監督の白羽です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい、まあ、あの Facebook でつながってるんで、あの、うん、監督の活動というのはずっと拝見してて、あ、はい、今回のこの、フリーパブ上の社会学もね、あの制作の時点から割合ちょろちょろと上げてはったんで、うんうん、撮影とかクラファンとかあったんで、うん、あの、あ、やっと出来上がって、うん、で、まあ、名古屋の愛知の方でロケされたんで、そうですね、まあ、愛知先行で、うん、あの公開されて、それはそれでも好評だって、で、はい、関東ね2月公開になって、うん、でいよいよ関西が3月ということなんですけども、はいはい、簡単に私の方お願いいたします。名古屋といいますか、名古屋の隣町に春日井市というところがあって、はい、そこに中部大学という学校があるんですけども、はい、そこの大学院生だった、中島君という人がですね、はい、まあ、その学校のその修士論文を出すために、はい、外国の女性、特にその愛知県に住んでいる外国人の女性のことを調べようと思って、はい、フィリピンパブにその取材に行くというところから始まるんですけども、はい、そこで出会ったミカという女性とですね、はい、最初は、まあ、あの客とホステスの関係だったんですけども、はい、だん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 仲良くなっていって、その間に、まあ、彼は彼で彼女が非常にその過酷な状況にあるということを、はい、聞き出すし、また自分も一緒にその中に暮らし出すということで、はい、同化していくんですけども、まあ、彼女は偽装結婚をしていて入国してるし、その後ろにはちょっと黒い組織がいて、彼女らを管理しているということがあって、はい、なんとかその彼女がですね、あのそこから抜け出すために彼はですね、最終的にはその組織のところへ乗り込んでいくという話です。はい、ですね、これあのだからこう原作があって実話的ですよね。そうです、中島さんのね。そうです、あの中島幸祥という、はい、実在の人が書いた本当の話なんです、はい、新潮新書から出てる本です。はい、だ我それにこう原作に忠実っていう感じ、ね、そうですね、あのちょっと原作の方が時間が長いというか、はいはい、10年近くの話なので、はい、まあ、そこをちょっと端折った部分はあります。そうですね、まあ、あの題名がね、フィリピンパブ上の社会学ということで、割れ硬いイメージ、そして、うんうん、あのフィリピンパブってと、ちょっとこのこう素人から考えると、イメージってあるじゃないですか、うんうんうん、だからどっちかとこう暗い映画かなっていう感じで言ったんですけど、うん、まあ、ポスターのビジュアルも明るいんで、うん、そのままの割合、
ハートフルな映画だったなっていう感じが拝見させてもらいました。ね、監督も今までね、撮ってきた作品がそんなに暗いっていうか、うん、まあ、テーマ的にはこう重いテーマを彫り込んでますけど、作品的にね、割りずっと明るい作品が多かって、うんうん、割りこう笑顔で出てこれる作品がね、多かって、今回はなんか最後、こう拍手したくなったなっていう、エンドタイトル後にね、うん、思わずちょっと拍手を送りたい。感動っていうよりも、なんかこう、よかったなみたいな。このやっぱり主人公に対しても、この登場人物に対してなんか拍手を送りたいなっていうのと、うんうんうん、なんか映画に対してなんか拍手を送りたいなっていうね。こう涙流すっていうよりも、なんかそういう、なんか温かい拍手を送りたいなっていう気持ちになりますね。最後、エンドロール後にね。うんうん、エンドロール後なんですとか。そうそう、ね、そう、まあ、だから、おしっこに行かずに最後まで見てほしいんですけどね。ですね。そこがあって、これを映画完結するから、うん、そうそう、そこがないと、ちょっと、もったいないですね。そうそう。ね、その辺見ていただきたいなと思います。だから先ほどおっしゃったように、まあ、原作は長いんですけど、映画の中ではこのスピーディーですね、割合ね。一つのエピソードに対してこう年数経っていってるけど、割スピード感があったんで、うん、その辺もこう余計なエピソードっていうか、その辺、まあまあ大胆にカットしてる部分はあります。原作にあってね。うん、非常に悩んだ部分もあって、はい、ちょっとここ、本当はもうちょっと、例えば入国のこととか、ビザのこととか、はいはい、本当説明した方が見る側に分かりやすいかなと思ったんだけども、はい、それと全体の長さを考えたときに、はい、まあ、これはまあいいかって言って落とした部分もあります。うん、ね、まあ、ドキュメンタリーではないですしね、完全な、ね、うん、映画なんでね。でも、無作為の中に、すごい DV 問題も入ってるし、うんうん、まあ、ヤクザ的な問題も入ってるし、うんうん、この、裏社会ってね、で、うんうん、妊娠問題も入ってるし、うん、で偽装結婚あって、うん、でちゃんと貧困問題もちょっと貧困問題も入れてて、うん、なんかその辺がすごいなっていう、うん、そうですね。だからまあ原作が面白いなと思ったらその要素があったっていうことなんですよね、はい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 、だから非常にバランスの取れた本で、はい、そういう社会的な背景と自分の非常にパーソナルな恋愛が同時に進行していくという、はい、まあ、内容だったんで、はい、それはそのまま生かしましたね。うん、だから我々ね、前半はちょっとハラハラする気持ちでね、うんうん、見ててどうなるんやろかっていうのがあって、うん、本当にこの恋愛はうまいこといくのかっていうところがあって、なんかすごいハラハラ割合してたんですね。うんうん、翔太がなんか優しすぎるから、うん、なんか騙されへんかなっていうね、騙されたり、うんうんうん、なんか、まあ、ある部分ちょっとひどい部分もありましたけど、うんうん、なんか逆に落ち込めへんかなっていうのが、すごい前半あったんですけど、うんうんうん、まあ、一気に後半変わったんで、そこからまた全然違う意味でね、うん、気持ち切り替えて拝見することができたなと。思いましたね、うん、ありがとうございます、はい、今回もでもね、春日井市とフィリピンと、ね、ロケされて、はいはい、これ監督ご当地映画うん、うん、あって、うんうん、ね、フィリピン行かないままで展開するのかなと思ったら、ちゃんとフィリピンのシーンもあったので、はい、そこ割合 それも良かったですね。なんか大変でしたけど大変でしたか、やっぱりでもあれがなんか説明だけで言っちゃうとね、やっぱりそう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 、違いますよね。うん、あれが言うとこう見てる側もなんかそのフィリピンに対してこう親近感湧くというか、うん、で逆にそこでこう応援したくなりますよね。うんうん、あの辺もだから本当にこれだからあんまりそんなに悪い人が出てきませんよね。それっぽい人が出てくるんですけど、うんうん、まあ、監督の作品だって悪っぽい人が、あ、まあまあそれはそうなんだけどね、出てこないけど、結果論ですけどね、ですね、はい、うん、で監督組のね、西田さんも出てましたし、そうそうそう、ね、そう、津田寛治さんもね、そうそうそう、津田さんね、もう全部ってく感じでしょ、うん、最後、そうですね、うん、でも結局この主人公ね、前田さんね、前田、うんうんうん、もうまあ拝見したから言えることなんですけど、これ逆に他に誰っていうのが浮かばないですね。もうこれ見てしまうと、逆に、あ、この子のためにある映画かなと思って、うん、他誰っていうのが、もうハマり好き、うん、ご本人知らないんですけど、
その原作のご本人も知らないし、演じてる方も知らんねんけど、なんかこれぴったり、このなんかあの前田君がね、結局、目の前で起きてることがやっぱりそのすごい、もう彼にとって刺激的で、もうびっくりするようなことばっかりっていうことが、そのまんま顔に出てたんで、初めてフィリピンパブに入って、もう目がキョロキョロしてるんですよね。あれは僕、何も演出してないんですよ。彼本人のもうなんかもう、こういう目をキョロキョロさせて、驚いてる感じっていうのが。素直にその感情が出てるのが良かったですね。まあ、そんなにこう下調べを先に言ってって言われではないんですかね、やっぱりね。そう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 。下調べしちゃうとね、あの演技できない。そう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 。そう、うん、数でいったっていう感じだね。そうそうそう。うん、でも結局、彼女との出会い、こういろんな進んでいくっていうのも、やっぱり数の演技ですよね、どっちかっていう、ね。そうですそうです。だからまあ、本人も言ってるように、はい、そのラブストーリーを演じるそのような俳優では今までなかったし、はい、まあ、これからもなかったし、ないだろうって言ってるんだけど、うん、だけど、まあ、そういうことも含めて、はい、その新鮮さが出てますよね。うんうん、これは、キャスティング的には監督が選んだ。っていう感じ。そうですね、だから、うん、もちろん何人か候補がいて、はいはいはい、だから前田君で行こうということにはなったんだけども、はいはい、うん、ね、それはやっぱ一つのなんか素直さ、うんうん、うん、そしてこれ、まあ、相手役の方もそんなに演技は今まで、この人はもう全くの演技経験がない人です。レイゼルはそうですね、だから、うん、モデルさんだ。パブ系の方は皆さんそんな演技的にはあれですよね、そんなに経験がない方ないです。ですね。まあ、ステファニーはね、はい、プラン75に出てるあれでしたけども、はい、まあ、いわゆるホステスさんの役の人たちは、はい、本物の人もいるし、うん、それから元の人もいる、OB、OG か、OG の人もいるしって感じですね。はい、はい、ね、うん。これやっぱり、まあ、現実的な話もあるでしょうけど、ね、すごくこう、ほんまハッピーというか、こう、心が癒されるっていうかね、なんかすごい爽やかに、うん、なった映画なんでね、なんか、笑顔になりますよね。ああ、そう言ってもらえるとね、うん、今、そんな映画ないでしょ。そうですね、そうですね。だから、どうですか、この、他のこのサスペンスショーになると予想をしてしまうんですけど、これはもう、うん、サスペンスがそんなにないから、まあ、予想せずに普通に一緒に映画に自分も流されて見てて、まあ、パブ的なのはあるあるもあるし、うんうん、いろんな、まあ、あるあるの要素が入ってるけど、ね、あ、なるほどなってすごく納得いく、うん、作品で、本当に悪い人が出てないっていうか、うん、そこがもう今ね、今までちょっと悪い人が必要な映画と多いから悪い人っていうかね、なんか、もうこう病んでる人、はいはい、多いじゃないですか今、はい、特に日本映画、はい、そんなにひねくれんでもっていうような病んでる人多いじゃないですか、うん、なるほどね、うん、あと病んでる解釈をする映画、はい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 、うん、なんかその物事をなんか悪いふうに要するに社会が悪いから人間も悪いんだ、日本人も悪いんだというような、うんうん、全てがネガティブな方向にこうねじくれてる映画が多すぎてるんで、うん、まあ、絶対そこには陥らんようにしようかなと思いましたね、うん、ね、全然これをそういう要素持っていってもいいところもありますけどね、全然ね、うん、なかったんでね、逆に言ってこのうまいことこの取材というかね、体験がうまいこといかなかったっていう、ね、展開もあるやろうけど、まあ、それは現実的にこの方が、うん、原作者の方がなかったっていうところがね、はい、だからやっぱりこれ監督自身がもう原作気に入ったんですね、もともとそのね、そうですそうです、そこから映画化っていう、そう、逆にこれを映画化してくださいじゃなしに、もう監督自身が原作に出会ってっていう、そうね、だからその辺が我々気持ちが入ってるんかなっていう、うん、いやもう誰にも捉えたくないなっていうのがあったんで、はい、すぐに原作者に会いに行って、はい、直に交渉しましたけどね、うん、先生もね、こう本当だから今言われたように、そう言われくらいニュースが多いんで、うん、こういうのを
見て、ちょっとね、笑顔になってほしいなっていう感じね。今度、出だしはこう笑顔になれるんやろうかと思いましたけど、もう出だしのね、ほら、大学の先生自体が、田中美里さんが、先生自体からがね、あの先生が出てきた時点で、天然系でしょ。もうこの作品の良さっていうか、方向性が分かったっていうかね、初め見てたら何も違和感なかったけど、あんなファッションで先生が。いや、実を言うとね、はい、本当に実在する先生、モデルはいてはるんですよ。あ、そうなんですか。当然ながら。はいはい、当然ながら。で、その先生が現場にずっと来てはりました。はい。あ、そうなんですか。で、それで田中美里さんも、その先生を見ながら、はい、先生、癖はとか言ったら、その先生が、いや、私ね、ついこうやって腕組んで話すのよって言うから、はいはいはい、映画の中では美里ちゃん常に腕組んでるんですよ。なるほどね。だから、もうそばに本当にモデルになった先生がいながら撮影しました。ああ、なるほどね。うん、もうね、あんな帽子かぶったらですね。そうそうそう。学校内に言い張ったんですね。だからね、S に、だからまあ、要するに多文化共生を教えてはる先生だから、はい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 、なんかそういう、実際の研究室も、あれ、実際の本当の研究室を使わせてもらって、ご本人の研究室を使わせてもらってるんで、あれ、何も飾ってないんですよ、はいはい。本当にああいう本が置いてあって、はい、本当にああいうふうになんかこう、ちょっとエスニック調の格好を しながらの先生なんですよ。なるほどね。うん、だからそういうことが教えれるっていうところですね、うん。あれがもう日本人が教えてるってなってくると、うんうんうん、また違うんでしょうね。うんうんうん、なるほどね。そういう意味合いもあったんですね。うん、はじめ、あそこは、あ、先生、誰もあれは、瀬戸さんはツッコミなと思いながら見てて、そうそうそう。だからまあ、そんな、もちろんね、はい、役者さんが演じてるから、はい、そういう見た目の部分は全然違いますけども、はい、うん、雰囲気は、モデルさんがちゃんと いてはるんで、なるほどね、その通り。うん、まあ、これはでもね、一種のまあ人間ドラマですけど、まあ、青春映画といって、うん、ジャンル的には青春映画ですよね。うんうん。うん、ね、なんかその辺まあ、ラブストーリーですよね。はいはい。その辺が、久々にまた、この国際的な中でね、うん、広げられるんでね、うん、いいなと思いますかね。うん、それを含めてやっぱり先ほど言いましたけども、エンドロール後はちょっと見てほしいなと思いながら、そうですね、ちょっとローリングが長いんで、ついつい撮ってしまいそうになるんですけど、はい、ちょっとぜひ最後まで見てほしいですね。そうですね、うん、ね、監督の思いも、この、まあ、一作ごとそうですけど、この作品に対しても思いっていうのはやっぱり強いですね。まあそうですね、一本一本これはやりたくてやった作品なんで、うん、ですね、うん、まあ、一本一本いつもね、思い込めた映画が作品が多いんでね、うん、ご当地映画の監督にもなってきてますけどね、うん、いろいろ拝見してたらね、ですかね、ぜひともね、いろんな人に見て、はい、神戸は決まったんですか？神戸まだ決まった、まだちょっとなんかね、なんかごちゃごちゃしてるみたいですね、うん、地盤なんでね、神戸ね、まあ、やるにはやると思いますよ、いくらなんで、そうですね、まあ、はい、まあまあそのうちまた芦屋でもね、芦屋ルナホール、芦屋ルナホール、地元の芦屋ルナホールでもね。ああ、そうだよね、それはいいかもしれないね。でもそれはまあ、まあね、まあ、さっきの話ですね、はい、やっぱりちゃんとこう、はい、工業としてね、やってもらって、はい、塚口。大阪でお客さんいっぱい来てもらわないと。ね、塚口もありますからね、またセカンドランぐらいでね、はい、やればいいと思いますからね。もうぜひともちょっともういろんな、もう東京で成功したんでね、やっぱり関西もね。そうですね、成功。そうです。あと、まあ、全国にも広がってほしいし、当然アジア圏、海外でもぜひぜひ上映したいんで、はい、うん、そうですね、これまだフィリピンとかではまだ上映、はい、まだ行ってないです、うん、まだ行ってないです。でもやっぱり向こうでもね、見てほしい、ね、やってほしい、うん、やっぱりこの国際的な交流になるっていうかね、はい、そういうこんだけタガロ語で喋りまくってる映画ってないと思う日本映画で、うん、だからそのやっぱりフィリピン人を扱うと、ちょっとね、いろんな系統があって、こう扱い方の悪い映画もあるし、うん、そうそうそう、だからそれはね、うん、に対するアンチテーゼではあったんですよ、この映画は。なるほどね、なるほどね。うんうん、だからどうしてもこう題名にこう入ってると、やっぱりこう先入観の人は、
あまり深読みしない人は、うん、そう思っちゃいますよね、うんうんうん。でもこのビジュアルを見ようっていう感じで、ちょっと押していきたいと思いますけどね。本当にいろんな人に見ていただきたいと思います。はい、最後になりますけど、また見てる方に、メッセージの方お願いいたします。はい、まあ、このちょっとね、戦争もそうですし、震災もそうですし、あるいはいろんな社会的なちょっと暗い問題がいっぱい吹き出している時代ですけども、そういう時代のこう閉塞感をですね、こうちょっとぶち破るようなまっすぐなラブストーリーなので、先ほど高橋さんも言ってたように、これを見てちょっと気分よく帰れる、映画を見終わって帰れるような映画になっていると自負してますんで、ぜひぜひ、劇場でご覧ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、監督の誕生日も来ますから、誕生日は映画が誕生日で賑わってほしいなと、はいはい、やそうね、やってほしいですね、それを押し出してまたしてください、はいはい、また、はい、新作もいろいろ考えられてると思いますので、ね、はい、はい、どこで撮るのかなっていうのも期待しながら、うんうん、また、うん、詳細待ってますね。まずは、ね、はい、今年は行こうということで、はい、お願いします、はいはい、本日はどうもね、忙しい中ね、東京から帰ってきて、また東京に出ていただきます、はいはい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。